ではスターティングメンバーです。徳島は前節長崎戦から1人変更があります。キーパーはスアレスです。最終ラインエウシーニョ、内田、石尾、新井、そしてアンカーに白井が入って、インテリオールは杉本、小玉、ウイングの選手左に西谷、右今日杉森が出場停止ですので浜下が入ります。ワントップは藤尾翔太です。対するアウェーの大宮です。こちらも山口戦から1人変更がありました。キーパーは志村、最終ライン岡庭、新座と袴田、茂木、今日ボランチは出場停止明けの栗本と小島のコンビです。サイドハーフ右に柴山、左に矢島、ツートップは校長富山と中野のコンビです。とここも前に出ます。茂木の守備でした。しかし入れ替わって、その裏のスペースを浜下仕掛けていく。中には藤尾がいます。逆サイドには西谷、ターンしてここも仕掛ける。もう一度切り返して下げて杉本、杉本のクロス、逆サイド西谷のヘディング、これは枠の右、いいボールでしたね。スペースで荒井、サイドバックの2人がこの位置でプレーしてますからね、はい、西谷から小玉に一度当てる、外に開いた新井のクロス、こぼれた浜下のシュート、先制徳島、前半18分、8試合ぶりのスタメン浜下明、起用に応えました。いや、徳島の形にはなりました。ここの斜めの小玉に入れるボールは非常に良かったですね。それで、大宮のディフェンス完全に中に集めた中で、外から狙いすまして、ボール入れられました。まあ、クリアはされますけど、中に人数をかけることができましたからね。まあ、常にゴール前、藤尾がね、あの遠いところ、ゴール前のところで、まあ、引き出していこうというね、ポジションを取ってます。さあ、新井が抜けた、フリーになる。新井のクロス、逆サイド、浜下がいる、藤尾が合わせた。いや、今打点高かったですね。高かったですね。まあ、新井も、藤尾の、まあ、特徴を生かした、生かせるようなそういう工夫のあるクロスだったと思います。はい、あ、西谷が切り込んでくる。ここも強引に抜いていって、ラストパス藤尾、キーパー志村が弾きます。西谷もボールを持ちながらシュートとパスと両方選択できてますからね、はい、状況はすごくいいと思います。対応は浜下、一度下げる、パリ出したのは小島、茂木が裏抜けていく、その茂木のクロス、富山、ビッグチャンスを先に作ったのは大宮でした。いや、勇気を持って飛び込んできましたね。キッカーは矢島慎也、袴田、新里も上がってきています。今ゴールから一番離れた位置、後ろから抜けてきてシュート打ってきた。このまま決まりました。少しブラインドの中、最後スアレスの手をかすめてゴールネットを揺らしました。完全にデザインされたところですね。並んだところから、まあ、最後ワンタッチはあったと思うんですけどね。これはサインプレー、うん、完全にフリーにしましたね。縦に入って一度富山に当てます。栗本右に振って岡庭のクロス、中野、これは枠の右、素晴らしいボール入れましたね。右サイドで受けるのは浜下、中切り込んでいった、二人かわして、さあゴール前に藤尾が入ってくる、その藤尾へ、試合時間63分、プレーオフに王手をかけるべく徳島ヴォルティス2対1リードを奪っています。いや、この浜下のドリブルが素晴らしかったですね。少しテンポを変えてパスではなくて自分で切り込みました。はい、また藤尾のポジショニングも絶妙でしたね。間に入って、このクロスも間にうまく入ってきましたよね。これは半分浜下のゴールだと言ってもいいぐらいの仕事だと思いますね。裏に抜けてくるエウシーニョ、
足元収まった、中には藤尾、逆サイド西谷、クロスが来て西谷のいるところ藤尾、藤尾が体に当ててそのままゴールネットに出した。今日2ゴール、藤尾翔太リードを2点に広げました。エースが止まりません。これも右サイドからエウシーニョから藤尾ですね。またこのエウシーニョのクロスの質もそうですけど、やはり藤尾の高さを生かすクロスですね。ここで溜めて溜めて高いボール、最後どうでしょう、頭でしたか胸でしたか、はい、落ち着いてましたね藤尾。落ち着いてましたね。エウシーニョがキープして間を抜いて、はばした中で受けます、児玉から西谷、さあ前は空いている、新田とか追いつくか、西谷仕掛けて間コースを作って狙ってきた枠の右。いやこの辺の、ね、カウンターの鋭さというのも出ますよね。なかなかなかったシーンだとは思うんですけど、中にヒョン下げて西谷キープする、仕掛けていく、下げて新井、クロスが来た、逆サイド一塁、押し込めるか、志村がなんとかしのぎます。みゆきが中に入れてくる、小島が受ける、川田が抜けてきた、キープして武田のクロス、逆サイドシュート、袴田、しかしキーパースアレスの正面がっちりと押さえて、そして試合終了のホイッスル、徳島快勝でプレーオフ進出に王手をかけました。奇跡の追い上げ、6位を死守、熾烈なプレーオフ争い、満を持して次節山形との直接対決に臨みます。